スティーブ・マクラーレンは、イングランド出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF。主にカブリーグで選手としてプレーしていたが、故障のために引退した後、指導者としての道を歩み始めた。オックスフォードやダービーといったかつて選手として、所属していたチームのコーチを務め、1999年に、アレックス・ファーガソン率いるマンチェスター・ユナイテッドの、 アシスタントコーチとして招かれ、チームの全盛期を支えた。この時の経験が、後のコーチングに影響を与えていると言われる。その後、2000年からは、スベゴラン・エリクソン監督の下で、イングランド代表コーチを務め、翌年からは、ミドルスブラの監督に就任。2003から04シーズンのフットボールリーグカップでは、クラブ創設以来初のタイトルをもたらし、2005から06。 シーズンの UEFA カップでは決勝に導いた。2006年、ドイツ W 杯終了後に、エリクソン監督の後を引き継ぐ形で、イングランド代表監督に就任。しかし、イングランド代表が結果を出せず、敗戦が続いたことから、マクラーレンの代表監督としての力量に疑問を持つ、声も多かった。ついには、ユーロ2008予選敗退となったことを受け、 イングランドサッカー協会により代表監督を解任された。2008から2009シーズンより FC2 エンテ監督に就任。選手時代を含めてもイングランド外では初の仕事となる。2009から2010シーズンチームにクラブ創設以来初となるリーグ優勝をもたらすと、それを置き土産に,に2010から2011シーズンより前年王者ながら8位と低迷した。 VFL ボルフスブルクの監督に就任。しかし、成績不振により2011年2月に解任された。2012年1月6日に f c ーエンテの監督に復帰することが発表された。しかし前回の時のような結果を残すことができず、2013年2月26日に成績不振を理由に辞任した。2013年7月、 クイーンズパークレンジャーズ FC のコーチに就任。2015年6月10日、ニューカッスルユナイテッド FC の監督に就任したが、低迷し、2016年3月12日に、解任された。2018年5月18日、クイーンズパークレンジャーズ FC の監督に就任したが、2019年4月1日に、解任された。ありがとうございます。